二度目の人生を異世界では、マインによる日本のオンライン小説及びライトノベル。小説投稿サイト、小説家になるを似て2014年1月3日から2018年5月21日まで連載された。書籍版は H.J. ノベルスより刊行されており、イラストをカボチャが担当している。当作品のジャンルはいわゆる、ナロー系の異世界転生もの。 2018年5月時点でシリーズ累計発行部数は100万部を突破している。また、コミックス累計発行部数は2020年10月時点で150万部を突破している。94歳で大王女をした老人男性、くぬぎれんわたるは、展開にて神様を名乗る幼女からのお願いにより、西洋中性ファンタジー風ない世界に青年として転生する。前世でのれんるは、 クヌギはじめ東流十四代目投手として、超一流の剣士であった。若い頃の彼は、世界大戦や、裏社会の仕事に従事し、数多くの視線をより多くのカバネの山を築いて、生き延び、剣気の異名を持っていた。転生後、女剣士シオンと女僧侶ローナと出会ったレンヤ、連夜は冒険者として過ごすことになる。 レン・ワタルは転生の際に身につけた卓越した身体能力と特殊技能を用いて、モンスター退治などの依頼などを受けて解決していく。アンボーサトルによる作画で、角川のウェブコミックサイトコミコーカーや、ニコニコ星画などにて2016年6月22日から連載中。物語は概ね原作に沿っているが、細部は漫画家に際して改編されており、 暗宝の絵柄を活かした女性たちの性的な描写も盛り込まれていることから、ニコニコ星画ではそれについての注意書きが添えられている。また、女性たちの乳首は連載時には描かれていないが、単行本題7巻以降では解禁されている。本作品は一旦アニメ化が決定され、2018年5月にはアニメ放送、決定が発表され制作も始まったが、下記の出来事により、 アニメ版の制作は中止になった。下記のように、騒動中の6月5日に論点が追加され、そして翌6日に追加された論点について作者は謝罪し、同時期にアニメ化の中止もアニメ制作、制作サイドから発表された。ありがとうございます。